アイテム番号 SCP-278-JP。 オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル。 SCP-278-JP はサイト8123の低危険性物体保管ユニットへ収容されます。可視光を完全に遮断できるように隙間や破損等のないブリキ製の 15×15×30cm の箱に収納し保管してください。説明。 SCP-278-JP は円弧型と円盤を組み合わせた形状の金属部分と大理石製の台座からなる高さ 23cm のオブジェです。SCP-278-JP は太陽光もしくは人工の光源、また光源の強さを問わず、可視光の照射がされた際に活性化します。SCP-278-JP から発生した影。以下 SCP-278-JP。1、は一般的な家畜ヤギのように見え、実物の生態と似た行動をとります。光源の位置や種類に関わらず、映った SCP-278-JP1 の大きさは体長 80cm、130cm ほどを保ちます。また活性化している間は影の中を通過し、他の光源のある場所へ出現することが可能です。現在移動可能な範囲は特定されていませんが、その性質より日光の及ぶ範囲内であると想定されています。ただし他の場所へ移動していても、SCP-278-JP1 の足は常に SCP-278-JP を照らす光源からできた影から伸びていることが確認されています。SCP-278-JP1 は主に日光によって発生した物体の影を捕食します。捕食時にどのようなプロセスが発生しているかは科学的に解明できていません。より輪郭がはっきりとした影を優先的に捕食し、他の物体の影と重なっている場合でも直接日光の進行上の物体が貫通したように捕食されます。表面による反射光で影が2つ以上存在している場合は、SCP-278-JP1 は日照方向からできる影を捕食し、反射光でできた影のみの場合には捕食を行いません。また対象が生物か非生物かで影響が異なります。SCP-278-JP1 に影を食べられた非生物。以下 SCP-278-JP2 は、食べられた影と同様の形状に消失します。この消失は SCP-278-JP1 が捕食を行った瞬間の影の向きに左右されます。SCP-278-JP1 が非活性化状態になってもは消失部分が戻ることはありません。SCP-278-JP1 に影を食べられた生物。以下 SCP-278-JP3 は身体から一切の影を失い、常に照度約10万ルクスの光源1に全方向からさらされた状態になります。また照射光は物理的には及ばないはずの体内まで届くことが判明しています。この照射光がどこから来るものかは解明されていません。SCP-278-JP3 が他の物体の影に入ってもこの影響は持続し、影の中では SCP-278-JP3 の姿が反射光により月のように暗闇に浮かび上がります。SCP-278-JP3 は長時間の照光による不眠、視力の喪失、体温上昇による脱水や皮膚、内臓組織の熱傷を生じ、これらの影響により最長でも、日後に死亡します。SCP-278-JP3 は死亡した時点で SCP-278-JP2 と同様に消失します。SCP-278-JP3 は死亡前の解剖結果から筋骨組織などの身体内部や内臓にも火傷の症状が発生していました。ポイ1、SCP-278-JP が回収された建物から制作者のものと思われる日誌が発見されました。文章中の、うちは乱れていた文字を復元したものです。1966年11月12日、光を吸収する、削除済み、と、
影を吸収する。削除済み。の生成に成功した。前者を白ヤギ。後者を黒ヤギと名付ける。光を食べると闇が残るのは想定済みだったが、影を食った後には太陽光が残るらしい。1966年11月18日、今のところは白ヤギの食べた後の闇と黒ヤギの食べた後の光が循環し、バランスを保っている。白ヤギの本体である、削除済みを分割したところ、白ヤギが2体に増えた。分裂後には小さかった白ヤギも、光を食べるうちに元通りの大きさに近づいていった。削除済み。派生成に膨大な手間がかかったが、これなら大量生産も不可能ではない。1966年11月26日、おかしい。明らかに白ヤギの数が多いのに吸収する光の量が追いつかない。白ヤギをさらに数体分裂させた。1966年11月29日、黒ヤギが白ヤギを食べ尽くした。私はこれ以上黒ヤギを管理できない。閉じ込めておくことしかできないが仕方がない。11月30日、失敗だ。漏れた光から奴の出現を許してしまっていたようだ。研究所内にいた私を含む8名の影と建物の一部を食われた。先ほどから視界が眩しく、まともに字が書けているかも定かではない。奴を再封印し、影の再生を急ぐ。12月1日、影を食われて十数時間が経った。熱中症の症状で、が倒れ、私も定期的に水に浸かり体温を下げているが、それもいつまで持つかわからない。冬だったのが幸いか、目の奥から頭の中まで熱くてたまらない。残像のようなもので視界が制限されている。12月3日、が朦朧とする。は全身が火に、焼き、けたように真っ黒になりやがて消え、滅び、した、と、は完全に失明したらしい。白ヤギの勘、なり、にはあと数日かかる。腕が引きつり文字がうまく書けない。食われた、剣、極む院はもう3名しか、残、っていない。12月6日、息をするにも、なん、が出てきた。私、も、もはやこれまでか、誰、かがこの手紙を、んで、これを封じ込め続けてくれるよう、願う。ほいに、実験中に SCP-278JP、1が影を食べるたびに大きくなっていることが確認され、それに比例し食べる影の範囲も拡大していることが判明しています。SCP-278JP には給仕の必要はないため、これ以上影を与えないようにしてください。もしも SCP-278JP、1が地球の影である、夜、を食べ始めたなら、被害は甚大となることが容易に想像できます。黒瀬博士。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですんですんですん。